はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、また多分タイトルにあると思うんですけど、もう手が震えてるんですけど、リーグバトル、現在4連勝して S プラスで、今残り110何ポイントなんですよ。だからさすがに4連勝、5連勝したら110何ポイントより上になると思うんで、SS になれます。勝てば SS というわけで、負ければ、まあ、負けてもって言ったらあれだけど、まあ、一回勝って、まあ、だから、負けたら2回勝たないといけないけど、ちょっと SS 挑戦したいと思います。めっちゃ震えてる。もうめっちゃ緊張してる。やばい。じゃあ行きますか。頼むから、アーロンパーク来てくれ。今のところアーロンパークとスリラーバーグかな？この二つなんだけど、できればアーロンがいいかな。では、行きましょう！ SS 挑戦！よし、じゃあ行きます。あー、ちょっと総合力、やばいかな。大丈夫かなこれ、総合力多分相手。うわー、強敵ー。ここで強敵は厳しいかもしれん。いや、そんなこと言っちゃうね。そういうの言わない。大丈夫。絶対勝つ。絶対勝つぞ。とりあえず、まあ、カイドウとかがいないから、まあ、とりあえず僕は貯めます。で、マム2体は、まあ、ありがたいかな。マム2体は大きいけど、でも、レベルが100が多いからね。で、シャンクスはいないから、横から来るのはない。でも、夢ルビーだけちょっと注意しないといけないかな、これは。これは、1回ちょっかいかけて、いやー、100レベルだと厳しいかな。ちょっと待ってね。これは一回ちょっとここポーイって、あー、ありがとう、ナイス KO で、これロジャー当たるでしょ。当たってバイバッチバイバッチバイバッチ、大丈夫、オッケー、やばいやばいやばい、待て、一回落ち着いて、ちょっと一回下がって、ちょっと待てよ。あ、大丈夫か、打ったか。とりあえずこれ抜きに行くか。ちょっとこれはルフィいるな、夢ルフィいるから、これはちょっとうまく、ほい、よし、オッケー、1、2、3と、オッケーで抜くぞ。抜いて、抜きたいけど無理かな、さすがに。よいしょ、あー、ダメか、ごめん、強いわ、ちょっとこれ厳しいかな。うわー、オーバーブーストやばすぎだろこれ。いやー、これマムの方が良かったかもしれんな、これは。でも、まあ、まだわからん、大丈夫。うわ、ブーストかかってんのか、これ。ブーストかかってる状態で行くのは A 取りに行くか、これ。A 取りに行く、こうして、おい、なんだったら引きつけれてもいいんだけど、これルビー来る、あっぶね、大丈夫、抜けるんで、大丈夫、それは大丈夫、当たらないけど、これまあ引きつけれたから、ほーい、よいしょ、とで待て、一回行こう、ここ抜けるか、あ、抜ける、ここ抜けるな、ここ抜けるんで、チームブースト来るでしょ。で、おそばマスク、大丈夫、当たらないで、おそばマスクさんが D 抜けるでしょ、これ抜けるから、これちょっと待って、これ一回止める。あ、いたか、ごめん、お味方いたんか。よし、KO を、残り1分、これ A 抜きに行こう。A 抜きに行こう。A も抜いちゃう。あ、いや、大丈夫だよ、これ。あ、抜けるか、それ抜ける、抜ける。OKOKOK。残り42だけど、これは、いや、待て。これいいかな、間に合わないか、これ。いや、これ、マムさんがやってくれてるから、これはいけるな。よいしょ。で、あ、待って、あ、キングか。よし、止めて、ここ止めよう。いやー、強いが、いやー、一気に抜かれ始めたから、これ。ちょっと待って、これ、走れ、間に合え、ナイス、ここ、いやー、でもこれ C 守ってくれてる ?C が、あれ、マムさんだとありがたい。いや、マムさん素晴らしい。で、E もいない。これ絶対、あー、待って、抜けない。4、さあ、ありがとう。いや、マムさんありがとう、マジでマムさんありがとう、マムさん最高、 MVP の方がマジで、よっしゃ、やった、ま、勝てると思わんかった、はっきり言って、ごめん、正直これは今回ちょっと今回これはまあもう一戦負けてみたいな感じかなって思ったけど、勝っちゃったよ。そして、いけるか、いきますよ、はい、やったー、きたー、
やーべー、めっちゃ嬉しい、これ来たランキング、ついについにランキング目指せるよ、ようやくスタートライン。いや言い方あれだけど、でもそうだよね、バウンティーの多分スタートラインって言うべきか、なんかね、スタートラインって言うとなんかそのね、 A とかやってる方にちょっとあれなんだけど、やっぱりその要は上に行くためのスタートラインがようやく立てたのかなと思います。やっと来た、マジで嬉しい、やっべ本当に嬉しい、よしよしよし、これはちょっとね、今10個もらったからさ、ちょっと単発で2回ちょっと引き足しようか、お祝いで、お祝いで今もらったんで、お祝い10個 SS 報酬はもう放出していきましょう。ロジャーで単発でちょっと引いていきましょう。はい、やったー。いやーでもエンマでもいいな、エンマゾロでもいいな、どうしようかな、悩むな。エンマゾロに単発で引くのもあり、エンマ行く、いやエンマでいい、ちょっとエンマ欲しい。はい、まあ来るとは限らないけど、はい、仲間がいない宝箱、はい、旗は赤、なくはないが無理ですな、ブチです。では最後、いやー SS 来たわー、ほんとにマジでいけると思わんかったからな、ダメでした。はい、まあいいです、まあこれはいいです、もうあの なんだろう SS いけたお祝いじゃないけど、そんな感じなんで、はい。まあでもこっからあれですね、まあマム、今マムとかキングとか使ってたと思うんですけど、ようやくとりあえず目標のSS いけたので、まあこっからはまあもちろんね、80レベルは絶対お味方に迷惑かかっちゃうから、まあその何回かフリーマッチでいっぱい練習したその超フェスのキャラとか、まあマム以外のね超フェスキャラとか、まあその超フェスじゃないキャラ、まあそれこそ今回でいう、どうだろうな、まあレイリーとかも、まあちょっとなるべくこのランク帯、 SS ランク帯とかでもまあ使えるように、まあ、ちょっと頑張っていこうかなと思います。はい、というわけで、今回はちょっと一戦だけになって申し訳ないんですけど、本当はって言ったらあれだけど、まあ負けたらもう一戦みたいな感じで思ってたんだけど、無事 SS ランクいけました。なのでまあちょっとこれからはね、ランキングを目指して、まあこっからはかなり険しい道になってくると思うんだけど、なんかあれでしょ、スマブラディアのスマメイトみたいなもんでしょ、ちょっとかなり違うだろうけど、だからさらに強者しかいない中で、まあそのポイント争っていくみたいなね感じだと思うので、まあもうとりあえずまず1000を目指して、 SS の1000ポイントっていうのか分かんないけど、はい、1000を目指して頑張りたいと思います。よければちょっとこれからもね応援していただけると嬉しいです。そして多分今後ね、多分コメント欄とかでね、すごいアドバイスしてくださる方とも多分当たれるようになるのかな、これから SS になったので、当たった時はぜひよろしくお願いします。はい、敵として当たったら容赦なくもうボコボコにしてください。いけてよかった、いけてよかった、今月の目標だったんだけどね SS。 よし、裏でずっとやった甲斐があったわ。じゃあ皆さん、今回はこの辺りで終わります。よければチャンネル登録、そして高評価ぜひぜひよろしくお願いします。今回だけちょっと最速、特に最速させて。じゃあお疲れ様です。バイバーイ。